1日間違ったな。5月19日木曜です。今日は窓をつける、まあ、内窓です。内窓ここからやっていきますね。まあ、まずは内窓と窓を洗剤で洗う。まあ、終わったんで、まあ、フィルムをかなと、あとから防犯フィルムを貼ろうかなって感じです。まあ、どうせこれ多分強風で割れるとも限らないんで、まあ、ちょっと攻めないんかなとかでやってみます。まあ、中から掘るかは外から貼れればいいんですけど、ポリターがちょっと借りるのが微妙なんで、まあ、ちょっと内窓から切っていきましょう。今日は、囲炉裏を塞ぐところですね。で、今、囲炉裏はですね、これ、天候にしてます。やっぱ天気がないと、この家は怖いんで、まあ、この理由は高いかなと思います。ポリカにこれをつけていきます。今ニトリで買ってきたなんでしょうね、なんでしょうね、はい。それでこれがですね、天井見切りですね。まあ、ちょうどこの形状が、まあ、レールに何でもかんでも使えそうだなと思って買ってきました。アングルとしても使えるし、まあ、なかなか幅広く感じるんで、幅広く使えそうなんで買ってきました。主には内窓の材料として、使っていきます。まあ、これをやっていきましょう。はい。ですね。まあ、一応最初、ここは窓をですね、二重窓キットっていうものが、ニトリ、湿気、コメリですね。で、コメリで売っていて、で、コメリで、L と LL を買ってきてます。で、ワンセットは、純粋なもの、まあ、純粋のキットで作ったんですが、2セット目からはもう自作してます。正直あの自作キットとか簡易窓組み立てキットっていうもので買ってしまうと、そこそこ値段が張ってしまうん で、そういう正規のキットを買うと、あの自腹でキットを作った場合に換算したら、正規のキットを、買ったら1セットしか作れないものを2セット作れるようになるんで、これはちょっとどうかなって感じなんで、自作することがおすすめですね。それで、まあ、まずは段ボールじゃねえ、天井断熱は発泡スチロールでいいや、ここ。あとは1個密閉で、一応あそこにある黒いビニールをこの筋に通して、なんか頑張っていいか、そんな感じで進めてもらった。今回の動画は二重窓作って、天井の断熱を、発泡スチロールでやってます。まあ、普通断熱材を使えという話なんですけど、ですね、発泡スチロールじゃなくてスタイルフォームをぶら下げると、この家の天井、あれ、ベニヤ1枚なんですよ。今、この動画の部屋の天井、ベニヤ1枚で若干、こう、怪しいっす。あの、ノブチだっけな、それがないんで。なんで、ちょっと、心もとないけど、発泡スチロールでやってますね。一応、建前上はつけてみた。まあ、悪くはないね。うん。あとは、これ、縦のフレーム、これ足りなかったんだよね。縦を忘れて、意外と長いから。で、意外と短かった。ので、ちょっと対角が必要で、はい。あとこういう内窓のね、この、これもうちょいな。
結局ね、下はこれ何天井見切りをレールに使ってますね。でちょっとレールまで寸法間違えたんでこれでやってます。つっかえ棒で、まあこれでなんかね、上だけはレール1本でいけるそういけるっぽかったからさ、これでやりました。まあちょっとずれて黒い接着剤が見せたけど、まあ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 いいでしょう、まあ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 いいでしょう。はいはい、まあ片っぽがようやくできたので、まあもう片っぽやっていこうかなってだけなんですけど、天井見切りがなんと足りません、足りないという事態がありできましたので、ちょっとまあこのまま押し進めていきたいと。はい、動画に関してはこれコピペしてそれをなんかプロジェクトにしただけなんで、動画の順番めちゃくちゃっすね。でここら辺コピーペーストしたんじゃ順番通りに読み込んでくんないようですね、パワーディレクターって。でもまあいいとは思いますね。二重窓は東北地方は必須ですね。1本でいい臭いし、1本逆にすればいいよね。はい、っていうのに今更気づいた感じっすね。はい、ですのでまあまあそれなりの均一ができればいいかなって感じです。まあまだ冬は済まないつもりでいるんで、まあ、進めませんけど、水道管が破裂しまくる感じなので、まあこんな感じかな。まあこれ接着したからかな、これ窓はめんのは。まあ一旦これ寸法上のね、あとこれだけちょっと切っちゃいましょうか。この天井の縁っていうか周りはあのかなもう脆くて落ちてるんですけど、ベニヤで打ち付けてやるだけなんだよね。でそのベニヤが実は寸法を短く合わせてるから、あそこに天井に木のこういう打ち込んでる縁があって、なんだろう、そのこれ天井のこの白いやつを支えてるあそこにね、茶色いなんかつけてあるやつがあるんだよ、合わせ切りしているやつがあるんだけど、あれにかろうじて乗っかってるだけなんだよね。いやあれはどうなのとは思うし、あのすごいね、ここは手付けが悪いんだよ。一番風が、風がおそらく動力1位で隙間風が入ってくる場所です。エアコンはかろうじてあったとしても、このエアコンのさ、ドレンホースこれどうにかしろよって話なんよね。これ窓をずっと開きっぱなしだからさ、これ窓開くんよ。でこれ隙間がっつり開いてるから風ギュギュ入ってくるんよね。だからここが一番寒かったわけよ。でテントをここに立ってたからこれは死ぬよなって。で床下は湿度がもう湿気ってるから、これは寒いよな。床下は湿度が高くて冬が寒い、風で揺れるからほぼ外気温イコール、これは寒いよな、寒いよなって話なので、エアコンがあってもエアコンの意味がないわけよ。だからまあちょっと今エアコンこれ外すかどうかを迷ってますね。じゃあ外したらじゃあどこにつけるのっていうのもあるんだが、外したら外したり、室外機をね、家の裏らへんに、なんだっけ、壁にこういう、なんか、あるじゃん、金具、室外機を壁に、2階とかの壁にさ、置いておけるようにする、支えるやつあるじゃん、あれでいいかなと思うんですけど、ちょっと、これもったいないから、動かそうかなって思ってます。まあ、まずは、この点検口の蓋をまあ作っていこうと思います。まあ蓋っていうか木の板を並べてあっただけなんで、じゃあその並べれる木の板をちょっと作っていきます。
はい、でこの日は結構雑多にいろいろやりました。いろいろやったことっていうのは二重窓の設置、発泡スチロールで天井の断熱、今この動画にあるようにこれ元いろりですね。はい、いろりって言っていいのかわかんないですけど、とりあえず砂があって茶釜を立てる用のなんか三脚みたいのがあって、炭で焼いた跡もありました。でもこのいろり危ないっすよ。なんでかって言ったら周りが全部平材なんで、木のそれは火事になるよねっていう作りでしたね。はい、でまあ一応これはもう潰すしかなかったんですよ。で大体ここいろりを復活させようかなって思ってたんですよ最初。でもまあいろりを復活させたらそれが和床になっちゃうんで、まあそれどうなのって感じでした。でまあいろりに必要な材ですね。でここは点検口として、使ってます。でなのでまあこれは点検口を切ってます。まあこれは、まあ元のいろりかな、まあ一応なんか三脚だっけな、あの文武茶釜のお茶を沸かすやつをトンって炭の上に置けるようにするあの足三本のやつの何脚っていうか忘れたけど、あれがあって砂がありました。でもまあね、周りが木で囲われてたからさ、これ火事にしかならねえだろうっていう、すげえなんか使いたくねえ仕様だったわけで、いろりなのかは分からんけど、まあいろりだったら、まあこれ蓋したから、じゃあまずは天井密閉していこうか。はい、でまあ今回の動画は結構サクサク物事が進んでた時代の動画になります。まあ大雑把なものだったので結構サクサク進んでますね。でとにかくいろりはちょっと復活できませんでした、すいません。なわけで、まあこんな感じでいろいろオープンまで頑張ってます。よろしくお願いします。